くないですかちょっと。あ、こっち、はい、こっちでも飛びが落ちないからね。そうですよね、致命的なんです。飛びが落ちないって、飛びが落ちないって致命的なんだけど太ってないですね。大丈夫、そんな変わってないよね、言うても。まあ言うても変わってない。安定安定してる、安定してるぞこれ相手1万1万件ですよ。もう今の範囲来てますね。てかね、多分ね、減り見てくださいね、100ぐらい減ったんじゃないかな。竜巻、うん、80だっけ。結構減るよね。そう、1万以上がもう200人もいるってことだね。じゃあ、あ、そうですね。今俺の上に500人ぐらいいました。ほう、プラチナ、プラチナってか8000くらいある。8500。通常大阪行くのキャラは大変だよね。きつい。あのね、上を見ないといけないっていうのがこのゲームにとってすごいマイナスじゃん、うん、その要するに下のケアができないから、うん、だから剣はやっぱそこの部分もすごい強いなと思う、うん、まあ、だから多分ね、僕はもう空対空するために垂直を置いてますとか、うん、これも調整されてるのに動きよ動きよ。でもまあ上にその意識を割く価値があるよね。こんだけやっぱ上からの攻撃が強いからさ、割かないとむしろ上からで終わっちゃうからね、うん、あ、これ痛いやつですね。おっと、安定困難。あーっと、おー、削るの、削るのこれ、うわー、惜しい。おー、ラッキー、ガードしたことなかったね。危ない危ない危ない。俺今あれ行くのと思いましたよ。え、あれ削るのみたいな。900とかだったら行ってそうだね、残り見てる感じ。そうね、まだちょっと削れるようが把握できたかも。社長もかなりやり込んでる感じ、ね、それかさ、ポイントがどんだけ上がったところでマジ事務所の連中勝てねえんだけどマジ強いんですよ。そうなんです。ポイントは時々君と変わんねえのよ。時々君に詰まされるから。なんなら俺プラチナから落ちたからね、普通にナッシュとかずっとやってただけどボンと当たったら俺負けるんだよ確かにやっぱり最近ナッシュやってる。最近ナッシュを始めました、いや思ったより楽しくてウキウキしながらやってます。ナッシュ事務所のやつやってみ、超つまんないから。あ、確かに確かにそうなんだよね。だもう俺とやって楽しいぐらいの、ね、あそこら辺だったら全然、お、うまい、担当してる。詰めないときはあのターゲットコンボが来るからしゃがんで抱えれる、うん、いやあー、これね、出ましたスパコン。あれさっき調べたら、うん、V リバル大体 OK っぽい。あ、台形発動、うん、あ、台形っていうか通常技発動は V リバすると割とあの投げ食らわない。ただマイナー2で終わる、まあ、相手が入れ込んでたら、うんうん、減る、いい減る。あ、最近の入り台形技さん、なんかあのしゃがみ中盤置き攻めかなり熱い説がある。しゃがみ中盤置き攻め、そう、あの対空専門みたいなそうそう、あれ実は置き攻めでも優秀なんじゃないかっていう。持続が長いとかそういう。持続は4ある。 あと、きつい、あー、重なっておる。ちなみにバルログのさ、立ち台系ってさ、ガードされて何プレイ。立ち台系はマイナ1。マイナ1なの。リュウもマイナ 1？ マイナ1です。あ、もしかしてじゃあそれ系マイナ1なのかもね。ミクもマイナ1だよ確か。だからああいうしゃがみに当たんない系マイナ1が多いのかもしれないね。キャミーの台系とかもマイナ1かもね。全然あり得る。これでも法則性があるから、うんうん、その可能性はあるね、うん、マジ恵まれた環境とか書いてあるけど、事務所のやつらが強すぎて対戦お願いできねえっていうな。全然断ったことないですよ。誰も断ってない。おっと、これが、そこそこ体育7色。
4人、おお、ぴったり。バルログってぶっちゃけ強いんですか？まあ、あの、上にきつい。格ゲーで結構致命的なんです。まあでも、バルログはまだマシじゃない？ああ。通常技で落としてくると見るや否や奇襲に変えた感じだったね。火力はやっぱあるんだろうな、これから。うん、火力あるからまだね。まあ、戦える。戦える。火力なかったら無理じゃん。まあ弱キャラは火力がないですからね、掃除がね。おっと。うん。やっぱね、俺ファン使ってて思ったもん。足んなすぎる。あれは火力のなさの代表だもん、ね。そう。やっぱバルログは火力があるから期待値が高いじゃん。うん、ちゃんと読みを通したときにそれなりのリターンをもらえるのは大事だよね。画面端がやばいじゃん剣って、うん、まあ、投げがすごい強くなるし、うん、追い込んでのに空中竜巻一回やられてガードするだけで、うん、そこから投げとかで自分画面端背負って帰れなくなるんだ、うん、その辺とかもやっぱすごい優秀なキャラだな、うん、しかもさ空中竜巻さくぐってんのに食らうときがあるんだけど、あ身長身長高め、めくりの判定も強いからでしょ、ね、そう、剣やっぱ増えてきたんだろうな。いや増えてきたでしょ、剣多いね、最近よく見るわ。そう、面白いしね、やっててな。そうね、やっぱやることが多いキャラは面白いよね、うん、本当に。あー、これは高めないと。そう、この走り、この走りがね、またいいんですよ。これモモチでクラッシュでさ、うん、なんか何かから走られて、うん、大パンクラカンとかで、うん、もうなんかあの咎めれなかった自分も精神的にもショックすごいし、食らってるダメージもあのすごいんだ。確かに。フレームで見た時にさ、中足走り大パンなんてさ、ないわ、まず食らわないように感じるけど、とっさにやっぱ投げちゃうと食らうよね。でフレームの外の戦いをしてくるんだ。うん、おっと、あ、知ってる。あれ結構バルログタイプだね。出ました。最近やっぱよく見るよな、弱タツアバレも。特にトリガーがあるとね。可愛い。あ、怖い。ダイパン走りまで入れ込んでノーマルヒットだったら弱タツ入れてって、うん、一応できそうだよ、ね、けど普通にガードされたら角換わる、角換わる、それこそなんか状況確認とかで打てなくはなさそうな感じがする。剣はなんかオフでは俺そんな対戦できてないんだけど、結構熱帯でそれこそいるかなり対戦できてた。確かに、うん、多そう。多い多い。これね、俺も最近結構けどあれを取り入れてます、あの空中スキルジャンプキャンセル。ああ、画面端とかの、うん、投げが重なっちゃう時。あと最近その投げを、なんだろう、投げを垂直じゃなくて後ろ歩きでかわすのがすごい流行ってるから、スクリューで吸うんだよね、それ込みで結構強い。下がれませんよみたいな、普通の投げは下がれますけどみたいな。おっと、あ、これ終わる。おお、ぴったり。ガイルね。そう、ガイルがなんか戦える説を唱えられました、ね。それ夢なんでしょ。そう。あのやった？あ、竜でやったけど、うん、確かに竜でやった時は結構面倒なと思う。うん、ただ、いや本当って未だに思ってるんで。無理だよね。あの
戦えるかもしんないよ、戦えるかもしんないけど、うん、そのすごい戦えるはないじゃん多分。あゲーム音先週から変、なんでゲーム音は変な、うん、お、これはこれいけるこれいけるの、かなり無理だ確認作業2回してますね、峰打ちじゃん、峰打ちあんま好きないんだよね、あれね。まあそうね、そうね、好きがない、全然ありだね。あ、なんか下げる、いや